次々とやってくる魔物を倒そう。優勝で他に誰が参加者いるんですかね。はい、このクリフト姫様の優勝のために全力を尽くします。これクリフト持ってきてよかったですね。うわお、ベホマズン嫌だな。ベホマズンからかな、これ。スライミーズ第1回戦、1回戦とかあんのか。ヤンガスで、あーターゲットこいつらもできないのか。このサイズでできないのか。なかなか体力多くない。しかもなんか押されてどんどん向こう行っちゃうし。うわキングスライム弱いあとはじゃあダイヤモンドダストが遅いのかな。おいおい、あと3匹ベホマちゃんか。ペシ、終わり。スターキメラルですね。空のオールスターズ。敵が全員魔物っていうのはどうなの。でスターキメラはなぜかこのねターゲットができるっていう。ダイヤモンド出すだけでいけるんじゃない。オールスターズ押してこい。バギー痛い、バギー痛い。小さなメダル、この辺拾っとこう、拾っとこう。置いてこい。特技封じがめんどくさいんでね、これ。いいよいいよいいよ。あとお前だけじゃない。よし、うわ、いきなり強くなったな。全然ゾンビでどういうことやねん。あいつあかん、あいつあかん。あぶねえ。パンドラボックス優先だ。ミミクとパンドラボックスはマジでダメだぞ。パンドラボックス、ミミック2人いるし。おお、やばい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 。怖い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 。みんな凍ったの。魔王の使いのマヒャドかな。あ、ザキだこれ。これはザキだ。おーい。おい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 。ガラキなのかな。くたばってくれ。よーし。ミミックはもういない。もういないかな。よーし。あとはちょめちょめちょめいか。いるやないかいいるやないかい。あ、ちょめちょめちょめい。あ、そうだ、世界中の範囲1個増えたんですね。ほら、あ、ピスタのないだろ。よいしょ。ザキほんとこのゲーム怖いですからね。1、2の当たった。あとはこいつらの掃除か。こいつらの接近の仕方が怖いんですよね。ゴミ拾い、ゴミ拾い。またあいつか。ほら、まだ来るかな。うわメケメケメガメガ族名前がすごいんだよな。タイプ G いるもんな。タイプ G、 タイプ G、 あいつが一番危険。わお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 、追ってくれ。ちゃ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 、こいつらの氷結切りに当たったことがないんですけど、ね、当たるんですかね。よし、
とりあえず凍らしておいて、こいつらにちょっとギガスラッシュぶち込みたいな。一旦レインでお前ら止めて、ここでなんとかテンションをためて、よし、ちょっと危険で危険です危険です、わわわわわわ、ベイブレードベイブレードベイブレード大会、よし当たるんじゃないかな。ギガスラッシュちょっと優先的に当てていきたい。よいしょ、君たちは耐えたのか、落ちろ、よーし、 OK OK、あとあいつか、よーし OK です、 OK です、まだ来る、うおザ・マジック、ベリアル強いんですよこのゲーム、うわすごいな、すごいマジックだこれ。オノムソルートかな、エルバトラーはねそんな強くないんですけど、マジンゲリは特技じゃないんだな。よし、ベリアルを痛めつけといて、あのなんか祈祷師みたいなやつらはオノムソで倒しましょう。カブト割りしとくと威力上がるんで、よいしょ、ここで行こう、はい、ちょっとずらして当たるよねあいつら、 OK、 絶対当たってるのに生きてんだよなあの辺、お、いいですね、謎の作詞、そんなやついんのか、ドラゴンの時にドラゴンの時にいたんですけど、そんなやつだとは知らない、しかもロックオンできるからなかなかの強敵ですね、体力結構多いしな、よいしょよいしょ、あーもうなんであの遠くに行くのかな、よいしょ、ムカつくな、おいおいおい、いやーし、楽しかったはひどいよな、敵とはいえ倒しといて楽しかった、そこはちゃんと綺麗に倒してほしかったな、聖剣好きでいこう、よいしょ、これで終わり？分かったわ、まだ続く？もしかして、あ、終わった、全然嬉しそうじゃないこの3人、もう静止だもんね、何も壺も壊せない、ジャンプだけしかできない、観客ゼロってか、むしろ闘技場燃えてるしあれは違うか、聖火みたいなやつか、要は勝てばいいのよ、勝てばね、お前一回死んだけどな観客いないんだけどね、おう町長、やはりこたびの大会を制したのはあなた方でしたが、優勝おめでとうございます、次の大会はあなたもエントリーしてね、次回町長、優勝者に贈られる商品は先ほど空間バトシーに送っておきました、おお、なんだろう、いらないよあの優勝の盾とか優勝記念のメダルとかそういうのはいらない、求めてないですか、これで終わりだよね、よし、とりあえずじゃあクエスト報告して、
元祖おてんば姫コスチューム。お気をつけて。終わり？ああ、タイツ、タイツになったことね。もともとタイツだったんだ。全然違和感なかったな。お手紙が届いていますよ。ありがとう。な、これね。お荷物もあるみたいです。アリナのアレンジコスチューム届きました。アリナはじゃあ2個あんの。お荷物もあるみたいですよ。アリナだけ2個あるんだ。それではまた。クリフトがアレンジで、うおー、なんかハーゴンに仕えてそうな感じやな。これにしとこう。でアリーナが、あーなんか色が変わった、真逆になったみたいな感じ。じゃあ両方アレンジでいきましょうか。というわけで今回、ダウンロードコンテンツはこちらで終わりとなります。次回がですね、確か3月十何日かにピサロが来るらしいんで、そのピサロはちょっと楽しみですね。今後ともよろしくお願いします。英語縛りの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。